ショッス・アガです。今回はねまた久々にレビューをねやっていきたいと思います。いや皆さん久しぶりですね。いやー iPhone がねこの iPhone が発売されたじゃないですか。 iPhone7 僕はもうね予約完了で当日届くようにねなってます。ちゃんとストアでねなんか表示されてましたよね。え今回この7になってまあカメラが変わった、カメラをなんか全面的にアピールしてきたなんかね感じで、僕からするとあんまりカメラがすごくなってもふーんって感じ、ラーメンが美味しそうに撮れるだけだからっていうねところで、防水ですね、僕防水とスイカとかそこら辺に対応したっていうのがちょっとね個人的に大きくて、そのまあそこを撮って今回は買ったのと、プラス今回何があるかっていうと、まあイヤホンジャックなくなったんですけど、それはちょっとマイナスポイントでね、それじゃなくこのねナナさんのカバーですよ。このカバーねいろいろこう販売されてるんですけど、ライブの物販でね必ず iPhone のケースが出てくるんですよ。必ず iPhone のケースが出てきて、今回7だから確定なんですよ。絶対出してくるんですよ。また冬のライブ、ナナさんのまああるかわかんないけど冬にあるライブ、もしくはそこのまたちょっとしたところ春か冬かにまたあるんですよ来年のね。その時に備えて今回7を買うという感じですね。まあそれでねこのナナさんのこのまあ iPhone もいいんですけど、今回はそちらの方ではなく、今回はヘッドホン、冬がもう近づいてきてるんで、ヘッドホンのねレビューをしていきたいと思います。どんなヘッドホンかっていうとね、はい、こちら DT990 Pro というねこちらのモデルを今回は紹介していきたいと思います。こちらねやっぱりナナさんの曲語る上では外せないヘッドホンとなっておりますね。もう皆さん巷の、まあ、ネットで調べたら必ずと言っていいほどナナさんの曲に合うっていう風なことがね出てきて、僕もそれを頼りに最初買いましたよ。やっぱ買って思ったのが、ああヘッドホンって高いの全然違うなっていうことをね、なんだろうな、友達みんなに聞かせてなんかそういうねヘッドホンの良さをなんか伝えてしまうほど衝撃を受けたヘッドホンなんですよ。今回こちらをね紹介していきたいですが当時のね僕が買った時の為替と今の為替は違います。そう変わるんですよヘッドホンの値段が。こちらコスパいいよって言ってたんだけど、今はちょっと高くなってしまいまして、値段が1万7000円になっちゃったんですよ。まあ僕が買った時は一番安い時は1万5000円で見てたんですけど、それ以下になることなくちょっとね上がっちゃったんですよね。去年あたりにあったなんかヘッドホン業界全体が値上げするっていう騒動のあれを受けまして、これも変わっちゃったんですね。で今回はこれだけじゃないんですよ。はい、こちら DT770 Pro、 そうこちらなんですね。これはまああくまでも僕がこれまでおすすめしてたヘッドホン、まあ紹介はしなかったけどおすすめ、みんなにおすすめしてたヘッドホンなんだけれども、こちら密閉型でねこういうのもあるよっていうことを今回ね、こっちのヘッドホン紹介してる人ってほとんどいないと思うけど、なかなかいいんですよ。こっちもねかなりやっぱ開放型って音の抜けが良くてかなりいいんですけど、これとこれじゃあね770と990、まあだいたい密閉か開放の違いなんですけど、お値段の差はじゃあいくら差がついてるかっていうと、なんとこっち 13,284 円っていうね、1万7000円と比べたらだいたい4000円ぐらいの差があるんだよ。で実際音の差は4000円あるかっていうと、そんなに大差というか、そんなに4000円の差があるぐらいのグレードの違いじゃないですから、これはオープンかクローズか密閉型か開放型かのそれだけの違いだけで4000円の差なんですよ。なんでかっていうと、こっちは売れすぎちゃってもうね安く仕入れた時、日本か、まあドイツのメーカーなんで日本にこう輸入してきた時にもう安かったモデルが全部はけちゃったんですよ。でこっちは人気がねないんですよ。なんでかっていうと、みんな知らないから。このね隠れたこのね人気機種っていうのがね、まだまだ安かった時の在庫が多分あるんでしょうね。13,284円であるんですよ。でもこの2つのヘッドホンね、ちょっとねまあ外では使えないっていうのは、まあこの密閉でもちょっと音漏れするんで、ちょっと外で使うのにはためらったりするんですけど、でもそれ以外にもちょっとまあなんだろうな、ちょっとプロフェッショナルな点があって、このねどっちもカールコードなんですよ、この電話線みたいな。なんでちょっと重たい、ストレートの
あのヘッドホンに比べたら、あとポータブル用って考えられてないので、ケーブルが長いんです。だからこれ外で使ってると、なんかヘッドホンからヘッドホンというか、なんか受話器のあのコードぐるぐるのやつなんかブランブランしてくると大丈夫ってなっちゃうから、ちょっと外ではちょっとあれかもしれないけど、まあ気にしない人は外でも使えるよっていう。それともう一つこちら書いてるんです。この250オームって書いてるんでしょ。このなんかヘッドホンにインピーダンスとかオームとかって載ってるんですけど、それは何なのかっていうと、その数値が高ければ高いほど音量が取りづらくなるんで、例えばこの iPhone で鳴らそうと思うと、この2つのヘッドホンは難しいっていうか、鳴るっちゃ鳴るんですけど、 100% の力をこれでは発揮できませんっていうことになるね。例えばじゃあ 100% の力が出ないとどうなるのかっていうと、なんか低音に押しがなくなったり、あとはまあ高音はそんなにあれなんですけど、主にね電力を使うのは低音なんで、低音がすごくはっきりね、なんか違うなっていう感じで出てきます。そのために今回ね、この DT770 Pro のこの32オームモデルっていうね、スマホでも簡単に鳴らせるよっていうモデルがこちらねあるんですけど、そちらが 14,200 円でね、価格 .com であるんですよ。そうね、こちらのね今回2つを紹介してるんですけど、まあでもそれでもやっぱこっちがいいなっていう人は、これの32オーム版が2万ちょっとぐらいで出てるんで、そっちの方を選んでいただいてもいいんですけど、このね DT990 Pro を買おうとすると、なんとこのプリンちゃんね、ゼンハイザーの HD598、 そうプリンちゃんっていうね、そういう風なモデルが出てくるんですよ。これ1万9000円になってるからね今ね、結構ね安くなってきたんですよ。ヘッドホンの相場も結構変わりましてね、これも前までは2万2000円とかだったんだけど、これはちょっと安くなって1万9000円、これが1万7000円で、こっちどっちが違うかっていうと、こっちは低音がどんどんなって、高音シャリシャリとドンシャリ、こっちはそんなに低音どんどんシャリシャリじゃないんだけど、低音どんどんの高音シャリシャリじゃないんだけど、フラットっていうか、まあこっちよりかはフラットっていう感じで、例えばクラシックだとか打ち込み以外のバラードだとか、そういうところに特化はしてないんだけどね、あくまでもまあ平均的みたいな感じでね、これは打ち込み系とかまあシャリシャリしてるねドラムとか、そこら辺のやつが結構気持ちよく聞けるんですけど、これはまあ他の音もまあまんべんなく聞こえるよって、万能機種ですよ。万能か打ち込みかみたいな、自分の聞いてる音源に合わせてね買っていただきたいんですけど、まあアニソンはなんか打ち込んでる系の方が多いんで、こっちかな、こっちもいいかなって僕は思うんですけどね。まあでもこっちも外してたけど、まあこれなんですけどね、こっち買う、これ買うんだったらこれもまだ検討の余地ありっていう、多分まだ店頭で試聴できるところはできると思うんで、ヨドバシとかねあったらぜひね聞き比べてほしいんですけど、まあでも32オームバージョンが置いてるかっていうとちょっと厳しい、その時はちょっとね自分のアンプなりなんなりをちょっと持ってってほしいんですけど、まあそんな感じですよね。これはヘッドホンは、このヘッドホンはね、こっちの2つに比べたらコードがね着脱式になってます。まあね言うて2000円高いですからね、着脱式にもなってますよ。でコードの先っちょはね、多分どっちも、まあこれは僕は違うコードなんで、この親入れっていうそのケーブルヘッドホンのコードを作ってるメーカーのものを使ってるんで純正とは違うんですけど、多分どっちもなんだろう、変換じゃねえや、このねこのヘッドホンのジャックがこう回してこうやってちっちゃくなっちゃったみたいなね、そんな感じでできるんだけど、これも多分できると思います。同じようにまあそこら辺でね、接続するものは問題ないんですけど、買うんだったらまあこれかなっていうね、そういう感じですよ。やっぱりね、ヘッドホン、やっぱ今の時期になるとヘッドホンもね、そろそろヘッドホンの時期かなっていうんでね、あとこれは安くなってるっていうところがね一番あれなんで、ぜひねみんなにねこの32オームモデルを買っていただきたい。そしてヘッドホンのその音の違いについてね、かなり語っていただきたいんですね、他のね知らない人にね、こんだけ違うよって。なんかアップルからこのイヤーポッツがね支給されてるじゃないですか、これのなんかワイヤレスバージョン買うぐらいだったらこっちの方が絶対いい、これは確実に言える。これを 16,800 円でワイヤレス買うんだったら、こっちのやつを32オームバージョン買って、 iPhone7 についてくるね、 iPhone7 についてくるライトニングのなんか変換のやつがデフォでついてくるんで、イヤホンジャックに変換するやつがついてくるんで、そっちでこっち聞いた方が絶対いい、絶対いいよ、音楽が変わるから。そんな感じで今回はねヘッドホンの紹介をしてきました。でこっちの3機種ねちょっとね面白い、今回は面白い検証していきたいと思います。このね、この
ダミーヘッドちゃんを使って、まあ、マネキンヘッドなんですけどね、この音漏れはいいか、音漏れはどっちみちこれとこれはするんですし、もう比較しようがないんですよ。これを外でつけるっていうのはね、ちょっと結構 PTO に反するんで、そこら辺は自分の常識力を持ってね、これはそうだな、なんかめちゃくちゃ気持ちよく聞きたいんだったら音漏れしちゃうんだけどね、まあ、結局これも音漏れするから、うん、そこはまあ置いといて、こちらのねマネキンヘッドちゃんを使って音を録音して聞きたい。こちらのローランドのね、わざわざ買ったんですよ、ローランドのバイノーラルマイクというね、イヤホン型のマイクがあるんですけど、こちらでそれぞれのヘッドホンを同じ音源を使って録音して、それの聞き比べをしていこうかなと思います。